さんこんにちは、銀座柳画廊の野呂陽子です。本日は島村信之先生の版画を紹介したいと思っております。今日また画廊で取材させてもらってるんですけれども、先日ちょっとハンドボール関係の方から一言ありましたので、うちの画廊には私が副会長してるってこともありまして、ハンドボールのポスターもこっそり貼らせてもらっております。それでは島村先生の紹介に移りたいと思います。本日画廊に作品を置かせていただいてるんですけれども、島村信之先生はスーパーリアリズムの作家として、日本ではトップと、現存作家の中ではトップと言っていい方なんですけれども、弊社の社長野呂義彦が二十数年前に島村信之先生がまだサラリーマン時代に声かけさせていただいて、銀座柳画廊の主力作家となっております。ここでどうしても社長が本人自ら説明したいということですので、こちらで今日は社長と代わらせていただきます。じゃあ社長どうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、社長の野呂義彦です。今日は島村信之先生のご紹介ということで説明をさせていただきます。今日はこちらに7点版画があるんですけど、こちらの全部アーカイバル版画といいまして、版画工房のアーティーさんが作ってる版画工房なんですけども、この中で一番最初に制作したのがですねこの作品でして、でこの作品は柳画廊が10周年の時に10号の油絵を描いていただいて、その時 の柳画廊のスタッフの肖像をですね油絵にして、でそれからですねそれをもとに2011年にですね展覧会やったんですけど、その時に版画化された作品です。で作品はアーカイバルっていう版画の方式で、デジタル版画の一種なんですけども、当時175分の限定ということで制作させていただきました。この版画はですねアーティーさんっていう版画工房なんですけど、こちらがもう世界でも1位版画の選手権コンクールでですね、アーカイバル版画デジタル版画部門でも2回世界優勝しててですね、シルクスクリーンでも2回世界で優勝しているということで、かなり技術がある版画工房で、社長が加藤さんという方がやってるんですけど、その社長自ら信之先生の版画をですね制作していただきました。でこれが記念すべき第一点でして、だいたい当時これ10号を油絵の作品を2割ぐらいサイズダウンして再現したものです。これ細部ちょっとズームアップしてもらって、ものすごい細密に再現されてるんですね。で写真よりもこの版画っていうのは細かいところまで再現されておりまして、油絵もそうなんですけど、油絵もものすごいすごい技術なんですけど、この版画もですね島村信之先生もいろんな版画工房回られて、でアーティさんっていう版画工房を見つけましてですね、ここなら版画作ってもいいということで、すごく今いい関係でやっております。私ども仲間の画廊さんとか仲間の絵描きさんにもですね随分ご紹介して、周りの画廊さんも絵描きさんもすごい満足されております。でこの作品は記念すべき第一点です。で次にですねこちらの作品なんですけど、こちらは2回目に版画を作ることになったんですけど、21世紀展今宋と象って待ち伏してますけども、その島村信之先生がですね、これは確か2007年ぐらいだったと思うんですけど、初めて東京美術クラブの21世紀展に出品された作品で、この時ですね確か20号25号の S サイズだったんですけど、それをやはり2割ほど縮めて再現させていただきました。この作品はもともと油絵なんですけど、東京美術クラブで出品されて、すごい当時落札予想価格も、それほどでもなかったんですけど、私がお客さんにお願いしてですね、高めに落札していただいて、それ以降すごい21世紀展東京美術クラブでも毎年高額落札を続けて、島村信之先生が出世したというか世の中に出た記念すべき一点で、モデルは奥様なんですけど、すごく美人の奥様で、記念すべき作品を版画化させていただきました。この作品少し2割縮めたといっても、もともと25、25号ぐらいの作品を版画にしたんで、結構サイズが大きいので、大きい作品をご希望の方には
すごく人気の一点です。本当に素晴らしいので、ちょっとあのズームを細部にわたってですね、本当にこう写真でもですね、こういう細かいところが全部潰れてしまうんですね。信木先生とアーティー版画工房さんのタグというかですね、ここまで細かく再現されて表現されて、しかも色合いとかもですね、1ヶ月も2ヶ月もかけて加藤さん社長がですね、色光とか微調整されてですね、色もですね 1% ちょっと黄色を強くするとかですね、 0.5% 青を弱めるとかですね、本当に細かいことをですね、何百回入ってやるんですね。2人ともプロ、世界一クラスのプロ同士なので、素晴らしい版画ができたのかなと思っております。その後こちらがですね、2011年にちょうど画集が発売された時に記念して、2011年の末にですね、画集記念展というのをやってですね、その時に出品していただいた作品で、これもその時に版画を作らせていただきました。当時10号の縦サイズだったと思うんですけど、それをちょっと2割ほど縮めまして版画にさせていただきました。こちらの作品はですね、ちょうど2011年頃完成した作品なので、作品の完成度もすごく高くてですね、版画の出来上がりもものすごく素晴らしいんで、これもちょっと近づいて見ていただければと思います。写真ですとこういう細かい髪の毛だとか肌の細かいところなんか潰れてしまうんですけど、見事にですね再現されております。ご紹介させていただいた3点の額縁なんですけど、この額縁もちょっとこだわっておりまして、実は最初こう制作するとき、作家の島村信之先生と版画工房の加藤さんとも相談したんですけど、価格を抑えたシンプルなものをということだったんですけど、さすがに世界一のクオリティの絵画を作っていただいた信之先生と世界一の版画を作っていただくアーティーさんに対して失礼なので、できるだけいい額として作りたいと思いまして、でこちらもこの額縁っていうのは高級油用の額縁に使う額を使用しております。普通は高級額をですね版画に取り入れるっていうのはなかなか、それこそピカソだとかシャガールとか高級絵画、高級版画には時々あるんですけど、販売価格がですねこういった22万、先ほどのロジエも22万で、クンプの奥様ですね、あれが33万なんですけど、そのくらいの価格の版画にこれだけ高級な額を入れるあまりないんですけど、まあ、敬意を表しましてこれを採用させていただきました。この額縁屋さんはですね、パレスホテルに入っている絵画も全てここの額縁屋さんが制作されるという一流の額縁店です。ぜひですね、版画現物を見に画廊の方にぜひ訪れていただければですね、ご用意しておりますので、この機会に鑑賞していただいて、もし気に入ればですね、ご購入も検討いただきたいと思います。こちらも画集、これ2011年に発売した画集なんですけど、これもすごいのがですね、当時大きな美術館でやったわけじゃなくて柳画廊の会場でやっただけなんですけど、5000部の初版がですね2週間で再版が決定になって、その後4000部再版が、それも1年ぐらいで売れまして、で第3版また3000部、それもほとんど売り切れの状態で、なかなかすごい売れ行きです。この画集もうちの方で販売もしておりますので、またぜひよろしくお願いします。今日はありがとうございました。